どうも、アルディチャンネルのアルディです。まもなく発売になるレーザーミニ四駆シリーズ第2弾邪道エース、ついにその実物を見ることができました。今回撮影に協力していただいた K ホビーさん、本当にありがとうございます。まずは箱の表記から気になるところをチェックしていきましょう。邪道エース専用パーツとしてフロントアンダースタビ、ハイトローラー、そして今回一番の注目パーツ、リアハイマウントローラーステー、サイドガードスタビ付きというのが書かれています。まずこのフロントアンダースタビはキットにアンダースタビが付いているという画期的なパーツになるんではないでしょうかね。そしてリアハイマウントローラーステー、こちらはレーンチェンジで車体を安定させてコースアウトを防ぎますとあります。そのパーツ構成はこのようになっています。それでは実車を細かく見ていきましょう。まず最初に目が行くのはやはりこのハイマウントローラーステ。真横から見るとこのぐらいアッパースラストがついています。このアッパースラストはレーンチェンジでその効果を発揮するということで、今からその走りが楽しみなんですが、このハイマウントローラースタビがついている様子を見てみると、これはどうでしょう、邪道エース専用装備ということになってしまうんでしょうか。横から見たフォルムはこんな感じ。ちょっとね、車高が高く見えるのでその辺を改造していきたいですね。それではフロント周りを見てみましょう。今回はね、Kホビーさんの方の粋な計らいでレーザーパーツがフルスペックでついていますが、こんな感じの状態になっています。そしてフロントアンダースタビを見てみるとこんな感じにつくんですね。これにより高速域でも安定した走りができるということで、こちらのパーツはこれから普通のレースシーンでも活躍してきそうな感じがしますね。何よりサラビス加工をしなくてもいいような作りになっているのが改造が楽でいいですね。この赤いクリアパーツのローラーもすごく輝きがあって、マシーンがかっこよく仕上がるパーツになっています。というわけで改めてこの邪道エースを全体を見てみると、箱絵もかっこいいですが実際のマシーンもとてもかっこいい邪道エースです。ちなみに埼玉県川越市にある K ホビーさんではこの邪道エース3月25日に入荷予定となっています。現在絶賛予約受付中とのことなので、発売日にゲットしたい方は予約をすることをお勧めします。そして我がアルディチャンネルではこのレーザーミニ四駆第2弾邪道エースを使って本格的にレーザーミニ四駆の改造を行っていきたいと思います。アルディチャンネル版邪道エースの活躍にご期待ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。